おはようございます。おはようございます。大事がありますでしょうか？特にありません。凍結項目の絞り込みで交渉が難航していた TPP11、はい、閣僚レベルで大筋合意に至りましたけども、これを改めてこの受け止めについてお願いします。しっかり TPP11 が早く発行できるように努力することは大事だと思っておりますし、若干保護主義がいろんなところで台頭している中で、日本は自由貿易の旗振り役として、努力をしたいということを私も APEC で申し上げました。そういう中でこの TPP11 が果たす役割は非常に大きいと思いますので、茂木大臣頑張っていらっしゃいましたが、しっかりと大筋合意を首脳でも確認をしていただいて、前へ大きく進めていきたいと思います。韓国政府が夕食会で元女性慰安婦の女性を招待した問題で、先日大臣から抗議のメッセージを官庁官に伝えるということでおっしゃっていたと思うんですけど、その後官庁官からそれに対する反応などありましたでしょうか？メッセージを受け取ったということは、聞いております。中身については、外交の話なのでちょっと差し控えたいと思います。各社からお願いします。よろしいでしょうか？大臣、朝日新聞の松井です。今の韓国の晩餐会の件ですけれども、韓国の外務報道官は他国から、何かコメントされるのはあまり適切ではないという趣旨のこともおっしゃってましたけれども、そういった韓国の今の姿勢、歴史問題も含めた全体の韓国の姿勢についてどのように受け止めていらっしゃいますか？韓国の受け止めについてはですね、私がとやかく申し上げるよりも、やはりこういう北朝鮮危機の中ですから、日韓が前向きに連携を深めていくということが大切だと思いますので、官庁官ともなるべく早い場面で、しっかりそういう議論をしていきたいと思います。ありがとうございました。